それではこちらのセッションでは奥橋さんにご登壇いただきます。ワードプレスの次のステップにチャレンジ、REST API を使ったデータ表示ことはじめということでお話しいただきます。奥橋さんは横浜在住のフロントエンドエンジニアでフリーランスとして活動されていらっしゃいます。主にウェブサイト制作を行い、ワードプレスでの構築も得意で SEO などにも精通していらっしゃいます。最近ではリアクトやビュー、ララベルなどのフレームワークを使った開発も行っていらっしゃいます。本日奥橋さんにはご自身のサイトをもとに WP REST API を使って記事一覧を表示する方法、デモを交えながらご紹介していただきます。それでは奥橋さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってください、すいません。次のステップにチャレンジ、REST API を使ったデータ表示ことはじめということで、セッションの方を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、まず自己紹介の方をさせてください。先ほども紹介いただご紹介いただいたんですけども、オクワスと言います。本名は奥田光輝と言います。別に隠しているわけではなくて、単純にこの名前でやっていこうかなという感じでやってます。普通にhttps.okwas.jp で調べたら僕の名前は普通に載ってるんで、またよかったら見てください。あと Twitter とかもフォローよかったらよろしくお願いします。3文字なんで検索しやすいです。はい、で僕は、先ほどご紹介いただいたんですけども、フロントエンドエンジニアっていうのをしてまして、ワードプレスとかを元にウェブ制作ですね、コーポレート系のサイトとかをよく作っています。で最近ではリアクトとかビューとかラーベルとか使った開発とかも、行っています。であとは、僕地元三重県なんですけども、そこのハンズウェブマガジンっていうのがあって、ウェブメディアですね。でそれを、運営したりいろいろしてます。もちろんこれもワードプレスで作っています。はい、ということで今日は、今日の話ですね、ちょっとご紹介したいなと思っています。今日お話しすること1つ目、ワードプレスレスト API について概要ということで、ワードプレスレスト API って何ですかみたいなところをちょっと概略ですねお話ししようかなと思っています。でその後ワードプレスレスト API の使い方ですね。でここは主に今回は取得と表示、どうやってワードプレスレスト API を取得して表示するのかっていうのをちょっと説明したいなと思っています。でワードプレスレスト API で、これどうやって使ったらいいね、どこに使ったらいいねっていうあると思うんですけども、こういうところに使ったらいいんじゃないのっていうちょっと提案もこんなサイトで使えるっていうところで、説明できたらなと思っています。で最後というか実際にやってみましょうということで、デモみたいなのをちょっとしたいなと思っています。デモが多分15分から20分ぐらいかかるかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。でその最後に質疑応答ということで、もし何かあれば、質疑の応答の方よろしく、何か手を挙げてもらって言って、聞いてもらえればなと思っています。ということで改めましてよろしくお願いいたします。はい、これ拾わないですよ、拾ってますこれ、拾ってますよ、あ、OK です。ということで、ワードプレスレスト API についてですね。はい。はい。で、その前にレスト API って何なんでしょうというところを説明したいなと思っています。レスト API とはリソースと呼ばれる、パラメータを、操ることで、任意のデータをゲットしたり、ポストしたりできる Web API のことを言います。イメージはこんな感じです。クライアントっていうのは僕たちですね、が、ある固定のなんかサービス名なんとか .net とかであって、これがサービスから提供されてるんですよね、なんとか API
で、バツバツバツって書いてあるところがにリソースって言われるパラメーターを入れることによって自分が欲しいデータを持ってくることができる。で、サービス側はそれを受け取ってクライアントに返すっていう感じですね。ワードプレスの場合は JSON で返ってきます、まあ、こういうことを使ってやる、サービスっていうか REST API っていうのはそういうものですと。で、次、まあ、ということでワードプレス REST API ということは URL を叩いたらデータがもらえるやつみたいな感じで覚えていてもらえたらなと思っています。はい。で、ワードプレス REST API はっていうと、まあ、URL 叩いたらデータもらえるやつ、ワードプレスバンみたいな感じですね。はい。ということでワードプレ、REST API についてちょっと分かったところで改めましてワードプレス REST API についてお話したいなと思っております。はい。で、ワードプレス REST API ってポッと出てきたわけじゃなくてワードプレスからもともとはプラグインの一つだったんですよね。 WP REST API っていうものがプラグインとしてもともとあったんですよ。で、それをインストールすることによって、REST API を使えますよっていうことだったんですけども、ワードプレスの 4.7 から正式に、まあ、コアの方に導入されて、ワードプレスインストールするだけで使えるようになるというものですね。で、基本的にデフォルトで REST API が、働いているので、まあ、なんかワードプレスの、なんだサイトとか見てある これから話す、コードとかを打てば、まあ、データが返ってくる。何も、拒否とかしてなかったらそのサイトでっていう形になります。はい。で、結局このワードプレス REST API って何ができんのっていうことなんですけども、まあ、REST API って結構できることがいろいろあって、ワードプレスに限らず、ワードプレスでは、投稿やホームページ、あとメディア、カテゴリー、ユーザーとか、あとタグとかいろいろあるんですけども、それの取得とか追加、編集、削除っていうのが、まあ、ワードプレスの管理画面外からできるようになりますと。まあ、要はさっきの表というか図で URL を叩いただけで、まあ、この追加取得追加編集削除ができちゃいますみたいな感じです。で、取得についてはそのまま URL 叩けば取得、できるんですけども、追加編集削除っていうところは、まあ、そのまま やっちゃったら困る人がすごいいっぱいいるので、印象みたいなのがあって、それをちゃんと設定しているところものしか、こういう追加とか編集とか削除とかになっています。はい。で、今回はその、まあ、一番簡単というか とっつきやすい取得っていうところにフォーカスして、お話しできればなと思っています。はい。ということで、ワードプレス REST API のデータの取得の例っていうところで出してみたいと思います。まあ、形っていうのも決まっていて、ワードプレス REST API っていうのはこんな形になります。 https://sample.net wp.json/wp.v2/host とかで、これはまあ分解すると URL 部分があって、あとは wp.json/wp.v2 でものをスラッシュで区切られたもの、これはまあおまじないみたいな感じで入れてください。何も思わずに。はい。で、リソースって言われるところが一番初めに話した、ここでパラメータいろいろ変えれますよっていう、ここをいじくることでいろんな情報を取得することができます。例えばポストデータポスト ID1 のデータを取ろうとしたときは、sample.net wp.json wp.v2ポスツスラッシュ1っていうことで、まあ、見た目的にも分かりやすいっていう感じで、そこの1を2に変えれば2のデータを取得できたりします。はい。で、あとは最新記事5件を取得したい、それを並べたいリストでっていう時にはこういう書き方して、ポストハテナパーページ5みたいな感じで書くことによって、まあ、最新記事5件を取得することがます。
でこれ以外にもいろいろあるんですけれども、詳しいオプションはこの WordPress REST API Handbook っていうところにあるので、そこを見てもらったらいいかなと思います。これ後でこのスライドを共有するので、ここにリンク貼ってるので押したら、飛べるようになってます。またチェックお願いします。かといって、まあ、このまま終わるわけではなくて、1個ちょっと例出したいなと。僕のサイト CoreKickz っていう、技術的なブログを書いたものがあるんですけど、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、ここに来てるということは、それで、パラページ1ということで最新記事1件取ってこようと。でそうするとこんな感じで、JSON 形式で返ってきますと。でこれをあとはゴニョゴニョするっていう感じです。例えばこんな感じで取れます。 ID が2043とか日付、あとタイトルで、コンテンツっていうのが、まあ、記事の中身ですよね、とかいろいろ取れるようになっています。はい、よいしょ、こんな感じで取れますっていうところです。だけど大桑さんと、データ取れるの分かったけども、実際どうやって使うんですかみたいな、どこに使ったらいいんですかみたいな話がよく上がってくるんですけども、僕がちょっとおすすめというか、こういう時に使っていいんじゃないのっていうのは、この感じで3つぐらい例を挙げました。例えば非ワードプレスのウェブサイトに表示したい時、これは何を言うかというと、例えば EC サイトとブログのもの立ち上げた時期が違うく、思想も違うかと。やけど EC サイトのとこにワードプレスをの記事を載せた時、そういう時には REST API で、EC サイトのところに、載せれば、そこで、なんていうのかな、まあ、見た目的にガッチャンコできたような、感じで使えるかなっていう感じです。だからサーバー違う時などに、使うことができるかなと思っています。あとは独自管理画面を作りたい時、なんかワードプレスの管理画面って素人の人だと、まあ、慣れたら使えるんですけども、ハードルが高いというか、なんかもうガチガチしてて、ちょっと使いづらい、もう、入れてもらえるところをフォーカスしたい時とかは、まあ、独自で管理画面、こことここを入れれば OK みたいな感じで、あとは、まあ、追加とかになるんですけども、ポストみたいなんで、レスペで飛ばして投稿しちゃうとか。っていうのができたりします。で最後ウェブアプリサイトなどに表示したいとき、例えば、まあ、最近流行ってるリアクトとかビューとかそういうの JS 系で作ってるときに、まあ、ワードプレスもそこにぶっ込むのもなみたいな感じのときとかは、こういう感じでワードプレスを本当にデータベース代わりに使ってあげるという感じですね。これはまあ要はめっちゃ、なんかこれ話に聞いたところによると、その普通のスマホのアプリとかにも、お知らせ記事更新、新規情報みたいなところのデータはワードプレスで使ってますっていうところもあったりとかして、まあ何がいいかってデータベース一から設計しなくていいので、まあ、使いやすいようにもう値だけ取ってくれるようなデータベースが勝手に素人でもバック知らなくても、作ることができると。こういうところで使っていけば結構充実した使い方ができるのかなと思っています。REST API で。はい。で、今回は、まあ、この1個目ですね。EC サイトじゃないんですけども、ペライチの HTML サイト、僕の OKUAS の公式のサイトに、CoreKickz の WordPress のサイトをちょっと入れたいなって。そこでちょっとデモしようかなと思っています。奥和さんのサイトが非 WP サイトで、ここですが、WP サイトとなっているので、ここの、コーキティップスの記事の情報を奥和さんの方にちょっと流したいなと思っています。はい、っていうところ で今回これ JSON なんで、いろんな表示の仕方があると思うんですけども、
まあ、さっき言ってたリアクトとかでも使えるような感じでいくと、JavaScript で今回ちょっと実装しようかなと思っています。はい、ということでデモします。少々お待ちください。これがローカルのサイトになっています。でこんな作りになってるんですけども、ここですね、今までテイカーデックっていうのがなかったんですけど、これ今回追加しました。で見た目的にはこんな感じで3件ぐらい表示したいなと思ってます。ここにデータが入るよっていう感じです。これをちょっと試したいなと思っています。で、さっきのリストのところがここになりますね。でこれをコメントアウト、まあ、消してですね、消してここの URL の中にデータをぶっ込みたいなと思ってます。これは jQuery でちょっと入れます。で、側だけは作っていますと。これはまあファクションで、まあ、そのインポート先でこのファンクションを呼び出してるんですけども、ここにちょっと入れると動くようにしたいなと思っています。でまずどうやるかっていうところなんですけども、この WP ポストってさっきUL のところですね。で、他には影響を与えてないので、ここで一旦、まあ、これが効かないようにしますと。でイメージ的にはここの中で、まあ、ここにドムっていうのでデータを入れるっていうイメージですね。でさっきのがさっきのリスト1個取ってきて、これこう入れますと。であとはこの中身のところを、まあ、変えるだけですね。で一旦これを花の状態にします。 OK してるのでこれで勘弁してください。こんな感じで空になりました。でまあ入れるところといえば、まあ、この HLF の中とかイメージの中とかですね、まあ、タイトル、デートタイトルとかこういうのを入れていきたいなと思っています。で最後にこれを入れたやつをJQuery のアペンドで WP ポストの中に入れたいなっていう感じです。ここでちょっとやっていきたいなと思っています。まずは AJAX でデータを取得していきます
この中にこれをレジャックスを入れます。はい、で次 URL ですねを入れたいと思います。こんな感じで、で、今回の場合だと3件取ってくるんですけど、ちっちゃいですかね。
アイテムでバリュー値を変えていくので、ここはこんな感じで表示します。アイテムドットリンク、ここの1個ずつを取れるので、ここのこれが1個アイテムですね。ここの選んでアイテムドットリンクっていう表示できます。でこれは、まあ、階層潜るごとにドットを追加していけば、まあ、そこの値が取れますよっていう感じなんで、すごい分かりやすいなと思っています。はい、なんでこれでリンクが取れましたと。で次は、まあ、簡単なところで言うとタイトルとかも取っていきたいなと思っています。タイトルはこんな感じ、アイテム、タイトル、レンダーと点を取れます。これはどういうことかというと、タイトルのレンダーとやるんで、そのまま書く。で、1個また潜ってるんで、タイトルのレンダーっていうことで、ドットレンダーという感じで打てば、タイトルが取得できます。まあ、で、ここは簡単ですね。次、日付。以上で、日付をドット書いていきたいなと思ってます。日付は、取り方は、まあ、一番上のこのデート。これですね。これを取ってみたいです。なんでアイテムデートっていうので取ることができます。だけどちょっとまあフォーマットを揃えたりというかのがあるんで、こういったニューデートっていうマスク、ものを使って、これでまあ一旦肩を決めてあげるという形を整えてあげるように処理します。でデートデータっていうところに、さっきのデートのここですね、この情報が入って2018年8月にとかそれがもろもろ入ってるんで、そこをちょっと分割していきたいと思います。年、例えば年を取るとした場合にこんな感じ、ゲットフルイヤーっていうのでデートデータの、ゲットフルイヤーっていうのでイヤーが取れますと。でこういう感じで月、マンスとデイを取っていきます。ゲットマンスと、ゲットデートで取れます。ゲットマンスに出てはプラス1しないとその月というかならないので、こういう処理をしてあるのが、で最後これでイヤー、年と月とデイっていうのが取れたので、あとはこれを整えたのでデートでイヤースラッシュマンススラッシュデイっていうふうにしてあげると、まあ2018年スラッシュ何月スラッシュ何日っていう形に整いますと。はい、で次、画像ですね。画像をちょっと取得したいですと。で画像についてはここでまた探すと、おかしかった、コピペするのがミスってました。まあ、こんな感じで撮れますと。よいしょ。で、これ1個目について、次はほんまは、WP フューチャードメディアっていうのがつくんですけども、ここ見る限りないんですよ。で WP フューチャードメディアっていうのはどこにあるかっていうと、これなんですけども、これって2個目の記事にあって1個目にはないんですね。これ何かっていうと、アイキャッチが設定されてない、アイキャッチ設定されてなかったら WP フューチャードメディアっていうのは出てこないんですよ。はい、なんでそこら辺の処理とかもしないといけないと。
という感じになっています。で、さっきの感じだと、ここの中の、ソース URL っていうのがあるんですね。ここですね。あ、これじゃないです。これです。これを取っていきたいんです。ここのやつもいいんですけど、なんか、リサイクルされてるやつがいっぱいあるので、ここら辺はちょっと取ってこない。です。で、メディ、ここですね。で、ここはどこかというと、WP ジャガメディアの中の、ここ、もう一個潜ったところのソース URL。で、単純にこの潜ったところやったら、番号でいけるんですよ。何番目とか。なんで、書き方的には、こんな感じ、アイテムエンブル WP フューチャーベリア結構0番目っていうのを入れて送信を入れる。で、これで取りますと。だけど、まあ、さっきないやつがあったんで、一件その時に処理しないといけないんですよ。で、その時どうするかっていうと、こういった処理をしますと。あ、もう一個入れますね。さっきのアイテムコンテントっていうところがあって、それはまあコンテントが入っているところです。で、レンダードっていうのが、その中に書いてある、レンダードの中にコンテンツ内容が入ってます。で、それをコンテントっていうふうにして、要は記事の中で一番初めの画像を取ってきて、それをアイキャッチにしましょうっていうことなんですね。で、書き方はまあリプレイ、コンテンツの中でリプレイスしてあげると。で、正直的には一番初めのイメージを、の URL ですね。スラックの中のここを取ってきたいんで、ここを取ってきてサムに入れてあげましょうという処理です。で、これをまとめると、まあ、これもこれも両方いりますよっていう感じで書くとこんな感じになります。画像がフューチャーあるときはこんな書き方ができます。ないときはコンテンツを取ってきてそれを当て込んでくださいよっていう感じですね。じゃあこれあとはもう超簡単でここの中に入れていくだけですよ。でさっきリンクだったんで、ドルリンクっていう感じで入れることができます。で、画像に関してはドルサム、なんかリンクも入ってないですね。ここにも入れます、ね。で、あとタイトルとデートが必要ですね。デートと。これで動くかどうかちょっと見てみたいなと思ってます。今の状態だと穴もない設定の状態ですね。で、これを更新かけてやるとどうなっているかちょっと見てくださいね。ちょっとどっかおかしいかもしれない。そういうことね。
これちょっとおかしくなってますっていうのは、なんか変なの出てますね。出てますけど、ここで一応多分形成の問題と違いです。はい。で、こんな感じで画像が取れてきて、はい、日付、タイトルが取れてます。で、こっちも3件分取れてますねっていう話です。で、これで、まあ表示できましたっていう感じです。はい、これが一応テポになります。すいません。はい。ということで、ちょっと最後、ごちゃごちゃになっちゃいましたけども、まあ、イメージ的には JSON を、見て、その中にどんどん潜っていって、入れたらいけますよっていう形になっていきます。で、じゃあ、これはもういらないので、入れておきます。ということで、ちょっとまとめになります。ワードプレスレス API は、まあ、意外と簡単。WP、まあ、なんていうのかな。まあ、その URL を打つだけで簡単に、データが返ってくるんで、扱いやすいですよっていう感じです。で、あとは、まあ、JSON が返ってくるので、JSON の処理をすれば、基本的には、その、回線を潜っていくごとにドットをつけていってあげれば、基本的には、表示できるので、その辺で、まあ、取れないっていうことはないかなと思っています。で、ワードプレスがあって使えなくても、単純にワードプレスをインストールして、そのデータ、その記事の内容だけを、あとは JS が使えれば、それでいろいろ運用はできると思うので、なんかまあ、こんな感じでワードプレス REST API は、まだまだ全然使えますよっていう。ことですね。はい、ということでまとめになりました。はい、ご清聴ありがとうございました。お願いします。奥松さん、デモ実演ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして質疑応答の方に移らせていただきたいと思います。会場の中にご質問の方いらっしゃいませんか。ご質問の方挙手お願いします。私がマイクを持って伺いますので、質問ある方、挙手の方お願いいたします。ジョンソンデータの中にステータスでパブリッシュがあったと思うんですけど、そのパラメータがあるっていうことは下書き保存や非公開になったやつも取得できちゃうんですかね。あ、そこは多分できると思います。ちょっとそこら辺まだ見れてないので何とも言えないですけども、はい、おそらく。あ、でもどうなんでしょうね。ちょっとそこら辺は僕の方も確認したいなと思います。すいません。何名質問はよろしいでしょうか。もし質問がありましたら、この後奥橋さんはネットワーキングルームの方にいらっしゃいますでしょうか。はい、はい、そちらの方にぜひお越しください。それではお話とデモ実演どうもありがとうございました。ありがとうございました。